囲碁の最高位棋聖戦の最終第7局が始まりました。ここまで3勝3敗で一力棋聖の3連覇か井山王座の返り咲きか、勝った方がタイトル獲得となります。一力両棋聖に井山雄太王座が挑む7大タイトルの最高位棋聖戦7番勝負の第7局1日目は甲府市の時和ホテルで午前9時から始まりました。ここまで3勝3敗で一力棋聖が勝てば3連覇、井山王座が勝てば3年ぶりの返り咲きです。棋聖戦の優勝賞金は囲碁界最高の4300万円です。持ち時間は8時間で、タイトルの行方は明日夕方にも決着する予定です。